Năm ngoái thì chúng ta cũng đã tổ chức kỷ niệm 50 năm quan hệ. Charity の要素、これを入れまして、池袋ベトナムフェスティバル Play for Japan 2024 として開催する。この先、新たな50年に向けて、日本とベトナムの友好関係が一層発展することを記念し、cũng rất xúc động khi được biết chủ đề của lễ hội năm nay là Play for Japan。池袋ベトナムフェスティバル2024年開催します。よろしくお願いします。義援金と支援金と、石川直人、半島にはですね、ベトナム人がたくさんいますかと確認しました。ぜひ被災地のことを忘れないでくださいっていうふうに言われたのが一番印象に残ってます。はい、お米です。能登半島のお米本当に美味しいです。この能登半島を今日このイベント会場で、しっかりと堪能するということでお力添えをいただければと思います。始まりで走りますか。お願いします。ありがとうございます。あ、すいません、ありがとうございます。担当の募金ご協力お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。次、皆さんとお会いするのは6月1日、2日、東京代々木公園でのベトナムフェスティバルです。皆さん、ぜひ来てくださいね。お待ちしてます。